船橋競馬第11競走メインレースを迎えました未来優勝2023農林水産大臣賞点重賞第69回平和賞 S3 全日本2歳優勝トライアルこの競走1着馬には全日本2歳優勝への優先出走権が与えられます枠入り早くも最後9番メイプルケンジ10投目ゲートへと収まります これでゲートイン完了スタートしましたまずはどの馬が出ていくか内から1番のカプセル並んで2番北のヒーロー外からは4番コルベット3頭広がって1馬身半から2馬身差9番メイプルケンジ内を通って3番リュウノベジナ1コーナーカーブその後ろは当番ルーラー・オブ・ダート並んでいく7番のプラズマその内を通って5番の大いち あとは6番ビッグショータイムさらには8番バハムフレイバー続いて前は2コーナー1番のカプセルが先手を取ってリードは1馬身から1馬身半4番のコルベットが2番手につけましたその後と1馬身差内を通る2番北のヒーロー残り1000を通過外は9番メイプルケンジ間が空いてここに5番の大井町外を通っては7番のプラズマ内側に3番、リューノメディナ さらに3馬身か,から4馬身開いて外からは8番バハマフレーバーじわっと動いて前に上がっていくさらには当番ルーラー・オブ・ダート内を通って6番ビッグショータイム前はこれから3コーナー先頭1番カプセル600を通過リードは1シン半4番のコルベットが2番手34コーナー中間内から2番の北のヒーローが前を追っています外から9番のメイプル・ケンジ4コーナーカーブへさらには5番の大井兆が続いています 追い上げるのは7番のプラズマその後ろから8番バハマフレイバー4コーナーカーブから直線1番のカプセルを並んで4番コルベットが捉えるか4番のコルベットが今度は先頭に変わるしかし1番カプセルも食い下がる2頭の追い比べ3番手2番の北のヒーロー内から6番のビッグショータイム外から5番の大いちょ先頭1番のカプセルがまた振り切った外から2番の北のヒーローが追ってくる3番手に5番の大いちょ1番のカプセル2番北のヒーロー1番カプセルだゴールイン 1>, 1番のカプセル並ばれてからもうひとん張りが効きました笹川翼騎手1番のカプセル快勝2番の北のヒーロー2番手北海道田中順次球者のワンツーフィニッシュ5番の大井町3番手上位3頭すべて北海道所属は以下6番ビッグショータイム4番コルベットが続いています1番のカプセル 直線で一旦は4番のコルベットに並ばれて前に出られたというシーンもありましたが内から盛り返して足を使って1番カプセル踏ん張り切りました2番の北のヒーローが外からじわじわ足を伸ばしてきて2番手そして5番の大井町外から足を伸ばしてこれが3番手入選です第11競争第69回平和賞どうぞ確定までお待ちください ファンの皆様、本日も船橋競馬場にご了承くださいまして誠にありがとうございますただいまから農林水産大臣賞店第69回平和賞競争表彰式を行います優勝はカプセル号の関係者の皆様が到着されましたどうぞ拍手をお送りください台の上にお上がりくださいはじめに勝利直近インタビューを行います優勝はカプセル号の手綱を取りました笹川翼騎手にお話を伺います優勝おめでとうございますはい、ありがとうございます 一番人気に応えての勝利、重賞初勝利をプレゼントしました、今、どんなお気持ちでしょうかはい、えー、まずこのようなあのチャンスをいただけて、無事結果を出すことができて、本当に嬉しく思っています、まああの、こうやって結果が出せたのもあの、北海道にいるこの馬に携わってくださった皆様のおかげだと思うので、本当に僕はあの今日、感謝しかありません今日初めて競馬場でまたありました、長距離輸送などもありましたが、馬の雰囲気、どのように感じましたかいいいやそうですよ本当によくあの仕上がってるとか素晴らしいあの しつけをされていてすごく乗りやすかったのでこれはあのーレースに行っても全能力を発揮できるなというあの雰囲気であのゲートインしました高スタートから逃げの手レース序盤は逃げていきましたあの辺りでの道中の雰囲気リズムいかがでも逃げているレースが多かったですしスタートも悪くないようだったので。 あの迷わず自分のペースをしっかり守っていけばあのこの馬の力を出せるっていうのを信じてまあ道中は他の馬を気にするっていうよりかはこの馬の馬リズムを守りました4コーナーでライバルのコルベットに少し前に出られるような感じにも見えましたがあの辺りでの手応えはい手応えはあったんですけどもあの辺はやっぱりこう経験の差というかまだこの競馬場に慣れてないところもあると思いますし。あのー、こう まだ物見してた部分もあ,のありましたのでそれで1回出られたんですけど、まあ、ああいう形で向こうの方でも1回勝ってましたのであのしっかり最後まで走りきればあの勝利は必ずできるなという手応えはありましたそして直線しぶとかったですね、はいえー、もう最後はもう必死であの頑張ってくれという思いであのおいおってました今日初めて騎乗されましたがこの馬の将来性、可能性どのように感じましたか はいあのとても乗り心地いいですし力もありますのでこれからが本当に楽しみでしかないといいますかあのまだ成長レースの中で成長できる部分もあると思いますのであのこの馬はあの将来的にもかなり楽しみな逸材だと思いますそして佐々木朗ご自身のお話になりますが先週の浦和そして今週の船橋と、まあ、絶好調、リーディング南関東リーディングトップを走っています。今年は本本当当にに調子いいです、ね、そうですすねねそう周りの方の方 おかげとしか言いようがないというか、まあそれに応え、頑張って応えるのみですね。はい、まだまだ年末まで長い期間ありますので、あの怪我やあのコンディション崩さないように頑張っていくだけです。はい。来週も大一番が控えています。たくさんのファンの方が応援してくれています。もう一言メッセージをお願いします。はい、そうですね。来週、まあ今週平和賞終わりまして、来週は JBC があります。あの地方競馬の祭典ですので、あの祝日、金曜日ですし。 連休初日であの皆さんよかったらぜひ大池バージョンに足を運んでください笹川翼茂にお話を伺いましたどうぞ拍手をお送りください優勝おめでとうございました